試合は中山のゴールで日本が先制。しかし後半、アジジとダエイのゴールによってイランに逆転を許してしまいます。日本はまたも窮地に立たされました。まあ、岡田さん、その 2-1 になった時っていうのはどんな心境だったんですか、ね、相手が1点リードした時、これ追いつくなと、そういう自信はあったんですか。なかった。なった瞬間はね、なった瞬間は点の取られ方がまずすぎた。1点目も2点目もなんか完全に崩されたとかじゃなくて、なんか足が縮み上がって何もできなかったような点の捉え方して、2点目にダエのヘディングをドーンって入れられた、あれが2点目だよね確か。あとってなんかみんなもうガクッて、だってダエと奈良橋が競り落としてんの、もう背倍ぐらい違うんだもんで、もうドコーン入れられて、もうガクッともう目に見えたね、みんながこう沈んだのは。でともかくやばいと思ったの、このままじゃやばいと思って、もうこれは思い切った手打つしかないと。でこの前ジョーと会って話してて初めて思い出したんだけど、やばいと思ったんだけど、僕最初はねロペスだけ呼んだ、うん、でジョーが言ってた、アップしてたら、まあこういう時絶対ロペスだって。でロペスがガーッ走り出して、やっぱりロペスって呼ばれて、おいロペス行けよ行けよって、僕らアップしてなかったらちょっとしたらジョーお前もだって言われて、僕アップなしで行ったんですって言ってたけど、そうなんだよ。僕最初ジョーロペス1枚投入しようかなと、でもみんな見ててやばいと、このままじゃもっとなんかショックがいるっていう気がして、すぐ読んだんだよ。ほんで2枚同時に入れるっつって2人変えたのを思い出したんだ。本当忘れてたんだけど、この前ジョーに言われて思い出したけど、うん、でもまさにあれですよね、采配当たりましたよね。まあ采配が当たったら、あれは変えなかったらもっと早く点取って V ゴールなしで勝ってるかもしれないし、これはね分かんないわけよ。みんな変えたやつが点取ったら采配が当たったとか言うけど、僕らねそんなあんまり考えてないわけよ正直と。あ、まあ言ってくれるのは気持ちいいしいいかって聞いてるけど、うん、それはね誰にも分からん。うん、でいよいよ延長、2対2の延長で、うんうん、でまあ岡野君ですよね、うん、あれはね結局もう手としては岡野ぐらいしかなかったじゃん、交代の攻めの手としては。で相手バテバテじゃない。ただ俺が何を躊躇してたかっつったら、最後の交代だということをすごく躊躇してるわけ。僕は今までその監督の経験ってそんなないから、こういう場合に PK まであると、この場合に3枚目を切って怪我人が出た場合取り返しがつかないなと、もう動けないってなった場合ね、これ取り返しつかないなとかね、そういうところですごい悩んでた。でももう最後は行けと思って、それは岡野というのはみんな誰もがもうあと岡野しかいねえわけだから、攻撃的な選手がそう思うんだと思うんだ。俺もあとはこれしかないんだろうなと思ったけど、3枚目のカード切っちゃっていいのかなっていうのをものすごく悩んでたね確か。まあもうね相手がベロンベロンなんだね、へべれげなわけよ暑さで。もう攻撃行ったらシュートまで行くわけよ、そのシュートを決めなあげよ何回も何回も。でもほら岡野がそれでシュート外すから怖くなって逃げてパスしたりしよったわけよ。僕はマイノスでもそうなんだけど、選手に言うのはミスを怖がって腰が引けたりね、おどおどしながらねサッカーするの大嫌いだと。本当そんなサッカーでね勝つぐらいならね、俺は戦って死ぬ方が全然いいと、座して死を待つんならね戦って死ねえというのは好きだから、どっちかだ、もうそれは許せない、もう何も出れなくてもいいけど、そこでねビビるなという気持ちがあったんだけど、最後はあいつが決めよったけどね、うん、ほっとしたよ本当。もうだからねみんなとすごく違うんだけど、それはものすごく嬉しかった。で嬉しかったけど、我々の中では最低限のノルマを達成したっていう安堵感の方があったわけ、ものすごいプレッシャーだったから。だからホテル帰って部屋でみんな食事会場集まれて集まって、そんな宴会も何もしなかった。あ今日はちょっとビール出してやってくれって、ビール出して、ああお疲れさんよかったなって、みんなほっとした感じでポッと静かに1、2杯飲んでみんな部屋帰っていった、そういう感じだった。ところが成田に着いたらとんでもない大騒ぎで、どうなってんだこれはという感覚
うん、びっくりしたよね、正直。